スズメ目は鳥類分類の一目である。世界中に広く分布しており、人間にとって最も馴染みの深いグループの一つである。現生鳥類約1400種のうち半分以上の約6200種が、スズメ目に含まれ、鳥類最大の目である。スズメ目の特徴は、サイズるための器官である名管が発達していることである。この鳴管の構造の違いなどによって、スズメは目、 タイランチョウアモク、イワサザイアモクに三分される。スズメアモクは、さえずる鳥が多く、カラス、ウグイス、スズメなど、約4900種を含み、世界中に分布している。一方、タイランチョウアモクは、約1300種が、南アメリカを中心に、イワサザイアモクは3種がニュージーランドに生息している。熱帯からアカン帯まで、南極大陸を除く。 あらゆる陸地に生息する。ただし海鳥は全くおらず、淡水性の水鳥も数族がいるのみである。ほとんどが小鳥で、カラスか、コトドリかなどは、例外的に中型である。スズメアモクは、多数の種を含むが、形態による分類は困難で、分子系統により、大きな修正を受けた。以下のトガは国際鳥類学会による。かつては、 タイランチョウアモクターパーイカマドドリアモクファーナーアイヒロハシアモクユリラミー・コトドリアモクメヌラエスズメアモクパシアーズノコアモクに分けられていたしかし脚筋とメーカン筋の特徴により以下の2アモクに再編されたさらに位置に論争があったイワサザイカがイワサザイアモクアッコアン組織として独立し3アモクとなった名ー類アメー類は現在は スズメアモク、タイランチョアモクの同義語として使われることが多いが、本来は、名菌類は、スズメアモクパシアーズの、あめえ菌類は、コトドリアモクの別名だった。その後、あめえ菌類は、パシアーズ以外のスズメ目の総称に変化し、さらに現在では、目ヌラいを含めないのが普通である。一かノミ。スズメ目の中で最初に分岐した。岩アンサスチャイズとして、 対乱調ア目もしくは、スズメアモクに含めることもあった。大きく旧世界アメイキ菌類と新世界アメイキ菌類に分かれ、それらは計算した目に分かれる。これら3科目の階級を上げ3ア目とする説。新世界アメイキ菌類全体を対乱調した目とする説などもある。スズメアモクは、メヌラエとパシアーズに分かれる。 メヌライは、銘菌類系のアブミコツや銘冠を持たないため、以前は、岩ザイカと同様に、スズメ木の規定と考えられたり、アメー菌類に含められたりもしたが、パシアーズの姉妹群と判明し、統合して、スズメア木、パッセリとなった。シブリアンドアルクイストは、スズメア木をカラスコモクと、スズメコモクに分けたが、カラスコモクは、規定的な側系統であり、現在では使用されない。 スズメ小目は、ほぼ単系統だったが、いくつかのトガヤ属が変更された。カラス小目に代わる分類は体系化されておらず、スズメあ目の下には、小目、浄化、化が混在している。シブリーアルクイストは、スズメ小目を、ウグイス浄化、ひたき浄化、スズメ浄化の三浄化に分けたが、現在はより多くの系統が見つかっており、ここでは、ヨハンソン・エトールにより、 単系統性が認められた旧系統に分ける。ただし始終から上下連弱上下は彼らが使わなかった名称である。以下のがはほとんどは IOC ワールドバードリストバージョン2.5によるが一部にローマンへ通る、ジャランへ通るの結果を反映させた。スズメメの姉妹群については不確実性があるがおおむめである可能性が高い。内部系統は 大まかな部分のみを示す。ありがとうございます。